写真撮影や動画撮影に使える機材も使えなかった機材もどんどん紹介していく YouTube チャンネル始めていきたいと思います。第1弾はこちら Amazon で購入した軽量ライトスタンドです。後半にはヨドバシカメラで購入したサンテックの不整地対応のライトスタンドもレビューします。ライトスタンドといえば今までコメットやサンテック銀一のスタンドなどを利用していましたが、これが結構重い。高さ2メートルちょいのスタンドで重さが 1.5 キロほど、4メートル級のスタンドにブーム、アンブレラなどを入れるとスタンドバッグがとんでもない重さになってしまいます。そこでなるべく軽量のライトスタンドを Amazon で探し、こちらの商品を購入しました。ロゴにはフォストと入ってます。このスタンド同じような商品が大量にありましたが、こちらの商品はスタンド部分がポールになっており、なんだかちょっと丈夫そう。耐荷重も8キロとありますが、まあこの辺は話半分に見ていた方が良さそう。スタンドの外観を見ていきましょう。重さは 600g でとても軽い。それでいて持った感じはカチッとした剛性感ある作り。スタンドを展開するときはこんな感じ。展開するのにちょっとテンションがかかりやすいというか、スパンという感じでは開きにくい。逆さ収納のスタンド全般に言える構造上の問題かなとは思います。足をベタ開きにすることで高さをかなり下げることができます。これは従来のテクノスタンド、クリーンスタンドではできなかった構造。ロック機構はレバー式。Amazon を見ていると、ポストのスタンドにはネジ式のスタンドの方が多い印象ですが、こちらはレバー式なのも購入の決め手の一つ。ロックは3段式で、レバーロックを解除した状態でもポールは回転しません。エアクッションもないのでスコーンと落ちます。軽いが足部分はしっかりしてそう。他のフォストスタンドは中抜きした鉄板のような足で、軽さは有利かもしれないが剛性にやや不安を感じたので、こちらのスタンドをチョイス。最大に伸ばしたサイズはこれくらい。後で比較実測します。ベタまで下げるとこれくらい、かなり下がります。ロック機構のレバースイッチ。スタンドのポール部分には特徴があって、ポールに溝があってポール自身は回転しない仕様になっています。ポールが回転しないのでライトの向きを変えるにはスタンド自身を持ち上げて回転するか、ライトのダボ部分を緩めて回転するかになります。このスタンドを実際に購入する前はポールが固定されることに不安感がありましたが、実際にやってみるとそれほど問題なく、スタンド自体の重量が軽いのでライトが乗った状態でも比較的楽に方向を変えることができます。さてもう一本ご紹介するのはサンテックのスマートスタンド。大きさの感じはこれくらいです。ポストのスタンドとそれほど差はないですが、足を折りたたんだ時のハマりが悪く、ちょっとかさばる感じはします。実際に足を展開してみます。これもポストと同じく逆向き足収納スタンドの構造的問題か、開く時に力のかけ方を慎重にやらないといけません。このスタンド最大の特徴が不整地対応、つまり階段や坂道などにも足を個別に伸ばすことによって対応できます。これができるスタンドは今まではセンチュリースタンドぐらいでしたが、ノーマルスタンドでも対応できる製品が出てきました。足部分のロックはレバー式、ちょっと硬いかもしれません。ただ3本足すべてが個別に伸ばせるのはポイント高い。マンフロットやセレンズにも不整地対応のスタンドはあるのですが、伸びる足は1本、10センチ伸びる程度なのでどこまで使い勝手が良いかは不明。足部分を3本ともマックスで伸ばしたところがこんな感じ。不整地対応だけでなく単純に高さを稼ぐ用途としても活用できるのが良い。一番低くするとこちら。高さの比較はまだ後でやります。最大にスタンドを高くした場合がこちら。最大高や重さの比較も後でやります。ポール部分の固定はネジ式、足部分はレバーロック式だったのになぜこっちはネジ式なんでしょう。正直ネジ式は回すの面倒くさいし、締めが甘かった時にスタンドがストンと落ちてしまうのであまり好きではありません。間隔が短めのポールが4段で上げるのにも手間がかかります。ショックアブソーバーはついてないので手を離すと落ちます。ただショックアブソーバーがついているとスタンドをしまう時に時間がかかってしまうので個人的にはあまり好きではありません。安全的にはアブソーバー付きがいいのでしょうが、不整地スタンドを実際に使ってみます。このように階段にスタンドを設置するときに1本足を伸ばして垂直をキープできます。通常のスタンドと比較するとこう。今はライト何も乗っていないからまあこれでもなんとかって感じですが、このくらい違います。階段だけじゃなく斜めになっている坂道など外ロケで使おうとするならば平らじゃない場面はいくらでもあります。スタジオ内でも段差や階段付近など使える場面は多いです。
なのに不整地スタンドってあまりにも種類が少ないですよね。それぞれのスタンドを一番低くしたところ、比べてみて意外でしたが思ったほど差がない。それぞれのスタンドを最大に伸ばしたらこんな感じ。それなりに差がありますね。最低まで下げた場合の比較、パッと見でも結構違います。高さを実測してみます。こちらが通常のスタンドの一番低くした状態、 71.5cm くらいでしょうか。続いてサンテックスマートスタンドの一番低くした状態、50センチほどでしょうか。最後にホストの一番低くした状態、50センチジャストほどでしょうか。サンテックスマートスタンドとほぼ一緒のサイズ感ですね。3本のスタンドをそれぞれ最大の高さまで伸ばしてみました。ノーマルスタンドとサンテックスマートスタンドはパッと見てそれほど差がなさそうです。ノーマルスタンドの最大の高さ、2メーター33センチほどでしょうか。サンテックスマートスタンドは2メートル22センチほどでしょうか。最後にホストスタンド、こちらは 192.5cm ほどでしょうか。次に重さです。ノーマルスタンドは 1223g、 サンテックスマートスタンドは 1317g。 ノーマルスタンドより重い結果に。最後にホストスタンド、こちらは 695g。 さすがの軽量感、他のスタンドの半分の重さというのは予想以上に差があります。今回2本のスタンドをレビューしましたが、これから実際に使用していって気になった点などありましたら追加でレビューしていきたいと思ってます。質問等ありましたらコメント欄にお願いします。紹介した機材は動画概要欄に商品リンクを貼っておきます。あとこれからレビューしていきたい、気になる機材をまとめた欲しいものリストも貼っておきます。このチャンネルではカメラ、レンズといった機材レビューの王道機材は特に扱う予定はなく、ライト、スタンドなど周辺機材をメインに扱っていけたらと思います。僕自身カメラを買うのは2年に1回くらいで、レビューする機会自体があまりないのです。あとはスタジオでのライティング動画などもアップしていけたらと思います。機材は Amazon や AliExpress、eBay や B&H、アドラマなどで購入してます。実店舗ではヨドバシ、銀一、富士屋カメラなどを利用してます。気になる機材などありましたらどんどん教えてください。それでは最後までありがとうございました。